皆さんこんにちは。ドラマや映画だけでなく、バラエティ番組にも出演されている白石聖さん。CM で見かけたことがあるという方も多いのではないでしょうか。今回はそんな白石聖さんをご紹介します。白石聖さんのプロフィール。名前、白石聖。愛称、聖ちゃん、しらす。生年月日、1998年8月10日。出身地、神奈川県。身長、158センチ。血液型、A 型。所属事務所、芸営プロダクション。白石聖さんの家族。白石さんの実家の家族構成については、公表されていないものの、一人っ子ではないかと言われています。また、お母さんは、リアルタイムで白石さんが出演している CM を見るなど、仕事について応援してくれているそうです。2020年にドラマ「恐怖新聞」へ主演することが決まった際には、やまないで、と心配もしてくれたのだそうです。白石さんは自身の誕生日の際に、両親に感謝しなきゃ、とツイートしており、家族仲はとても良さそうです。小学校時代、白石さんの出身小学校は横浜市内の小学校のようですが、校名などは分かっていません。小学校時代はバスケットボールなどをしており、スポーツは好きなようです。また、小学校3年生の頃からアニメが好きになり、後に声優に憧れるようになり、もともとは声優になりたかったんです。アニメが好きというのもあるのですが、小さい頃から母がよく読み聞かせをしてくれたり、小学校の時の音読の時間がすごく好きで、それから声を使う仕事に憧れました。とインタビューで話しています。小学生の時から書道を習っており、現在も特技だそうです。中学校時代、白石さんの出身中学校は横浜市内の公立校の泉の中学校です。中学生の時には吹奏楽部で活動していたそうで、中学で吹奏楽部に入っていて、担当が太鼓とかドラムとかリズムを刻む系だったんです。とインタビューで話しています。吹奏楽部に入った経緯については、もともとは友達4人でバンドをやろうという話だったんです。当時アニメの軽音が流行っていて感化されて、そのメンバーの中では私はギターでバンドは結局やってないんですけど、楽譜を読めないとダメだと思って吹奏楽部に入りました。それまでバスケをずっとやっていて、いきなり文化部に行ったから母はびっくりしていました。と話しています。ちなみに中学時代に吹奏楽でリズム系の楽器を担当したことから、現在も特技をドラムとしています。また白石さんは小学校時代からアニメが大好きでしたが、中学校高校時代はアニメオタク気味だった。ともインタビューで話しています。お気に入りアニメキャラクターは、銀魂の沖田総吾と、歌のプリンス様の三風愛とのこと。また、好きな声優は、林原めぐみさんや鈴村健一さん、釘宮理恵さんだそうです。高校時代、白石さんが入学したのは、県立の共学校の金沢総合高校で、総合学科に在籍したことをインタビューで明らかにしています。白石さんは高校では軽音楽部に入部しており、高校では軽音楽部に入ったんですけど、いろいろあって辞めちゃって、熱中するものは何もなく普通に過ごしてました。と話しています。ちなみに軽音楽部ではバンドを組んでいたこともあり、その際にはギターを担当したそうで、ギターを弾いていました。本当はドラムがやりたかったんですけど、中学から一緒の吹奏楽部で打楽器をやってた友達がドラムやりたいって最初に言ってたので、ギターを頑張ろうって思って、モンゴル800さんの小さな恋の歌とか、バンプオブチキンさんのラフメーカーとかをコピーしてました。と振り返っています。また白石さんは歌うことも大好きで、高校時代から友達とよくカラオケに行っていたそうです。そして高校2年生の時に原宿でスカウトされて芸能界入りしています。ちなみにそれまでにも何度かスカウトを受けたことがあったそうですが、その時のスカウトマンが
一番信頼できたことや、好きな声優さんが在籍していたこともあって、現在の芸営プロダクションに所属しているそうです。当時は声優の仕事にも興味があったそうですが、将来に迷っていたことから芸能界入りを決めたそうで、スカウトされたのがちょうど将来について迷っている頃で、私はもともと声のお仕事がしたくて、高校も総合学科に通っていたんです。ただ今の声優さんはアイドル性も求められているし、自分には向かないんじゃないかと迷っている時に声をかけていただいたので、これも何かの縁だと思ってお世話になることに決めました。とインタビューで話しています。しかし白石さんは、実は人前に出ることは得意ではなかったとも話しており、全然得意ではないです。むしろ裏方の作業の方が好きでしたし、人前で喋るのも得意ではありませんでした。でも不思議なもので、現場を重ねるごとに自覚も芽生えてくるというか、よかったよと言っていただけることに喜びも感じるようになりました。そして芸能界に入った後は芸能活動をしやすいように日の出高校の芸能コースに転校しています。転校先の日の出高校ではテレビドラマ仰げば尊しでも共演した女優の真田真帆さんと同級生でした。その後、白石さんは高校3年生の時にテレビドラマ AKB ラブナイト恋工場で女優デビューしています。また同じ年の7月に連続ドラマ仰げば尊しに出演したことで女優として注目され、高校3年生の2月には今日のキラ君で映画に初出演しています。高校3年生の時はテレビドラマなどで忙しかったのですが、高校時代は仕事と学業を両立させて無事に高校は卒業し、その後は大学などに進学せずに芸能活動に専念しています。高校卒業後は CM への起用が増えて、モスバーガーや午後の紅茶などの CM にも出演。また女優としても2018年にはプリンスオブレジェンドで連続ドラマに初めてヒロインとして出演しています。さらに2019年には女性タレントの登竜門とされているゼクシーの12代目 CM ガールにも起用され、その際にはゼクシー CM ガールになりたいというのは目標だったので夢が一つ叶ったという実感がありますとコメントしています。さらにこの年には福岡恋愛白書でテレビドラマに初主演も果たし、歌がうまいと評判の白石さんはこのドラマで見事な歌声を披露しています。同年11月には世にも奇妙な物語、2020年8月には恐怖新聞、2021年4月にはガールガンレディで主演を務め、女優としての注目度が上がっています。2022年にも主演を含め複数のテレビドラマに出演していますし、今後はメディアへの露出がどんどん増えてくるでしょう。今後の白石さんの活躍が楽しみですね。